さあ、これからどうやって落としていこうかな。とりあえず一緒にいないとダメですよね。マンツーマン堕落と行きましょう。愛と堕落の魔王が水着になっているんです。負けてしまっても誰も文句は言いませんよ。ほらほら、負けちゃえ。